ベストフロンティア。度重なる侵略軍の侵攻を退けお城作りに励む我らが軍馬。でもお城作りに夢中になりすぎたのか半端の耐久度が激減、急いで集落を修復しましょ。レンガの在庫が若干少ないので、交易市場に保管してたものを放出。現在なくて修復滞ってる可能性もあるもんな。そして住宅を移築して耐久を緊急回復。小在庫入りまーす。回収が終わるのを見守る。何もしないのが最善。耐久問題発生から1年が経ち、だいぶ落ち着いた模様。まだ一部治ってないけど崩壊は免れたな。畜舎がちょっとまずいことに。大工50人いていた1000枚以上余ってるのに直せないのは下せないな。きっとこの畜舎のおっさん嫌われてるんだよ。おい。2年ほど作業が滞ったが天下武神再開じゃあ。終わりの見えない工事が再開。お山の裏側も少し作業始めたけど、麓の高さが微妙に高くて悩み中。お城の縄張りは渦巻きみたいな架格式を目指してたんだけど、裏が絶壁にできないなら、複数のクルワで加工だけの輪郭式で我慢しようかなと妄想中。妄想ロマンをこじらせすぎて工事が頓挫しないように気をつけろよ。あいよ。近年では人口が増えたこともあり、こんな感じでがっつり植林しとります。普通に近場からの伐採だと、薪とか板の生産が追いつかないんだよな。150年目。山城建設から50年が経って、まだ縄張りが終わっとらん。一部は土塁で絶壁になってるけどまだまだ完成は遠い感じ。平坦か、それは根気との戦い。今一番の問題はここの隙間、池のところまで土漏れば入れなくなるかと頑張り中。なお、結果は水辺が歩けるため、素通りできる無駄工事となるのであった。意図かなし。紅葉区方面に金鉱を発見。金欠脱出。さらによく見たら近くにも砂があった。よかったな。そんなわけでぐわっと道を敷きましょ。これ敵の誘導でも役に立ちそうだな。中に浮く、道。平坦化作業してるとたまになるけど問題はないっぽい。現状この辺りは微妙に低くて、登れちゃう感じ。高いところを平坦化して低いところに持ってくしかないぜ。この奥側が微妙に高いので、ここをどう絶壁化するのか悩みどころ。まあ最悪そこを敵の侵入路にすれば大丈夫かな。レンガ工房増設のために甲冑屋を移築。レンガの在庫減少傾向だし、建物の修復遅れはレンガの生産力不足も関係ありそうだな。侵略軍が来ましたー。新たに見つけた金鉱が狙いか。鉱脈を襲撃してから西の工業区に攻めてきそうだ。工業区は砦でいっぱいあるしなんとでもなるかな。とりあえず労働力確保のため小屋でも建てましょ。半場も随分大きくなったな。160年目。不審してたら10年あっという間だったな。半場近くに牛の放牧スペースがないので、城壁の外に石積み壁で放牧地を整備。半場も人増えたから近くで食料生産して、運搬の手間とか楽にしないとな。侵略軍が来まーす。お近くの方は避難してくださーい。侵略軍が進軍を開始しましたー。さあ敵さんどう攻めてくるかな。ロックハート城の北側にも少数出現。この数なら楽勝だろ。大体の敵が道なりに沿って進軍してくる。皆の者を、矢を構えろー。道に誘導されて砦の射程内に入ったぞ。やっちまえー。はっはっは、チャンピオンもおらぬ。完全なる雑魚よー。安定の早送り案件。楽勝。チャンピオンいなきゃ余裕だな。今回の誘導路はいい感じだったので、石積み壁を追加で建設してさらに道をぐねらせましょ。どうなるか楽しみだな。そしてまた平坦化。着実に進んではいるけどほんと時間かかるな。前回ちょこっと攻撃されてた北の守りも固くするため、壁を二重にしときます。二重の門より壁一枚壊す方が楽だから、こっちを攻められちまうもんな。数年前にやろうとしてたレンガ工房の増築を思い出す。レンガの在庫が増えないと思ってたら忘れてたんかい。てへ。あなたの集落は攻撃を受けています。経費削減中で駐屯兵は少ないが相手はただの略奪者。軽くひねってやりなさーい。ここの守りは結構硬いから大丈夫かな。あ、ただの侵略者不勢に突破されそうなんですけど。砦の駐屯兵今8人しか入れてないのも原因だけど、これは強化しとかないと侵略軍来たらやばそうだな。後で強化しましょ。だな。人口は800人を突破、労働者100人の建設者50人で天下武神じゃあ。城の建設がはかどるといいな。
レンガ不足。さっき増築した分じゃ足りんのか、レンガって結構使うもんなのな。ここは植林してる関係で木材が手に入りやすいので、炭焼き窯や薪割りの区画にしましょ。人も増えたし生産力も上げないと、消費に追いつかなくなるから気をつけろよ。あいよ。平坦化工事の近道用に門を設置。攻められないようにがっちり重ねております。165年目。15年前とほとんど変わっておりません。略奪者の襲撃が発生しています。あ、道を使わずショートカットしてる。砦の射程外に行っちまった。こりゃ回収失敗だ。こいつら、賢いぞ。お前がおバカちゃんなだけだろ。こんなん誰でも避けて通るわ。ですよねー。まあ戦い自体は門一つ破壊されただけなのでオッケー。とりあえずこいつら追い返したら修正工事しないとな。誘導路は残したままショートカットできないように壁を増築しました。次敵がどう進軍してくるか見ものだな。半場の食料供給のため開墾用の土地の確保。牛を放牧して肥沃度上げるのもお忘れなく。ほいほい。低かった土地にだいぶ土が漏れました。でも通れちゃうから意味ないんだぜ。そんなバカな。あらぶった、心を癒す、石の城。一句読んでんじゃねえよ。ちょいちょい装飾を変えて遊んでおります。侵略軍がお小遣いを所望しております。そういうのはママにお願いしなさい。おい。今回は東の近郊跡地に陣取った模様。前に襲撃者の攻撃で押し込まれて若干ヤバかったとこだな。そういえば防衛強化しようと思ってたけどすっかり忘れてたよ。こりゃ急いで準備しないとだぜ。まずは門を増やしましょ。普通の襲撃でも破られちまったしこれでも不安あるな。でもこれ以上固くすると門を無視して壁を狙ってきそう。さじ加減が難しいな。そんなわけで壁が狙われそうなので、見た目は気に入ってたけど木から石に回収。石壁って重ねるとなんか見た目ダサいよな。砦の壁が突破された時に備えて、外側も移設してスペースを確保して壁を建築。これなら砦が落ちても少しの間ここに敵を閉じ込めておくことができるぜ。うっかり薪の在庫を枯渇させる。こんなに薪割り工房あるのに何やってんだよ。作りすぎちゃったのでちょっと生産量減らすつもりが、うっかり忘れちゃったよ。安定のやらかしい。地獄絵図。一体何があったんだ。セーブ&ロードした時にスロープだったところが絶壁になっちゃったみたい。知らぬうちに土砂災害で道が寸断されたのかもな。さあ敵がもうすぐ動くぞ、戦の準備だー。出番だ、群馬の主力バイト戦士。侵略軍196名が進軍を開始しましたー。約200人かよ、侵略軍もだいぶ数が増えてきたな。敵兵にはチャンピオンが多く含まれておる、心してかかれー。敵3方向に部隊を分けて進軍しています。鹿保護区の方にも流れたか、一点集中突破されるよりかは、分散してくれた方が守りやすいか。敵の数は少ない、一気に蹴散らせー。波状椎が砦の壁攻撃してるぞ、石壁に強化しといて正解だったな。この砦の防衛強化は完成済み、破れるものなら破ってみよう。でもそっちはまだ強化してないんです、勘弁して使わさい。この物量には思わず中途半端な広島弁で謝罪。めっちゃうごめいとる。敵が多すぎて射撃してもターゲットが絞れず体力を削りきれないぜ。こりゃ参った。おしくらまんじゅう。分散して壁叩かれるのも困るけど、こう一箇所に集まられるのもやばいな。こりゃ集落に入られるのも時間の問題だよ。まずいな。集落への門、カンラーク。あわわわ、かなりの数が侵入しちゃってるよ。こっちの砦は波状椎追い返したけどチャンピオンが粘ってる。兵士を市街戦に送りたいけど、こっちはこっちでまだ動ける状態じゃないな。エマージェンシーエマージェンシー、群馬人よ、町の中央に立てこもれー。最終決戦だー。ロックハート城のスタッフさんも市街戦にご参加お願いしまーす。やらなきゃやられるぞー。こうして侵略軍は集落になだれ込み激しい市街戦となった。群馬の精鋭たちよ、侵略者を許すなぁ、ぶっ転がせぇ。ロックハート城スタッフの見事な戦車。でもさすがに今回は死傷者出ちゃったよ。これは労災確定だな。しかしそんな彼らの活躍もあり、なんとか侵略軍を敗走させたぞー。勝ち時を上げようー、かーあったぞー。がっつり侵入されて住民14名お亡くなりか、心象って感じになっちまったな。こりゃこっちの方も防衛強化しなきゃだよ。また城作りが遅れそうだな。
では170年目になったところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。今回だけで25年くらい進んだのにほとんど進まなかった城作り。果たして本当に建設することができるのか、気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。